皆さんこんにちは。アースフレンズ東京 Z35 番の高山志文です。やっぱり B リーグの一部に上がるっていう思いが あるし、そこの一部に上がりたいっていう思いでこのチームに残ってるので、やっぱり優勝、一部に上がるっていう思いを全員で持ってプレーしています。まあ、最初に比べればもちろん良くはなってるんですけど、まだまだ改善するところはたくさんあるし、やっとこうチームで戦えるようになってきたかなっていう、そこの時間帯が増えてきたなと思ってます。まあ、やっぱり自分のストロングポイントはリバウンドだと思ってるので、まあ、ディフェンス、オフェンス、まあ、両方ともリバウンド取りに行くし、体張って、まあ、ルーズボールも飛び込んでいくので、そこを頑張ってあとは走って飛んで、まあ、シュートも決めれればベストだと思ってるので、やっぱりディフェンスとかリバウンドとかそういったところを見てほしいです。気になってるのはやっぱりウォリアーズがケビン・デュラントが入ったので、そこのデュラントとカリーとトンプソンのパワーバランスというか、やっぱり誰かが自己犠牲をしてボールを多くなる時間だとか、そういったところが必要になると思うので、そのバランスをどうやってうまくチームとして回すのかなっていうのはすごい気になってます。まあ、引退しちゃいましたけどダンカンとかすごい派手なプレーをするわけじゃないですけど、やっぱり自分の仕事をきっちりやってるところが、まあ、好きというか、そこは毎回毎回すごいなと、はい、感じてます。いつも熱い応援ありがとうございます。これからも自分たちのプレーを全力で勝つためにやっていくので、応援よろしくお願いします。皆さんの力が自分たちの力になるので、一緒に最高の試合を作れたら嬉しいです。